新中府は中華民国の政治家。早くから革命派として活動し、中国国民党では西山会議派の一員と目された。後に王朝名政権に参加している。字は基礎。新末に日本に留学して法政大学を卒業し、帰国後は昇進だと東三省で革命派の秘密活動に従事した。侵害革命が勃発すると、 東三省で革命派の連絡員を務めている。中華民国成立後の第二革命の失敗で日本に亡命し、後に中華革命党総務部第二課課長に任ぜられた。1915年に帰国し、孫文らの指示で三島省にて党務、軍務に従事する。同年末に五国戦争が勃発すると、 東北革命軍総司令部、三謀県運量局局長となり、後に総司令代理も務めた。1917年からの誤報運動にも参加し、大本水府軍事委員会委員に任ぜられている。国民政府成立後は、陳中府は、中国国民党の中でも、反共有派の西山会議派の一員、さらに元老、巨高里の側近と目された。1926年、 公衆国民政府委員会秘書となる。翌年10月、暗記省政府財政庁上長に任ぜられ、12月には、同省国民政府財政特派員に転じた。1928年、沈田押し接収船員に任ぜられ、その翌年7月には、チャンス省政府委員に移っている。同年中に、沈田押し長に任ぜられたが、実際には就任しなかった。 1931年5月、陳中府は、巨高里の代理人として、反省解析派の公衆国民政府に参加し、政務委員会委員に任せられた。1935年、鬼殺政務委員会が成立すると、同委員会の外交委員会主席委員に就任したが、そうと意見が合わず翌年になって辞任している。日中戦争が勃発後の1938年3月、 陳中府は中華民国維新政府の行政委員長、両取り氏の顧問となった。そして陳は、後輩布を新日政府の長として擁立する活動を開始し、1939年には観光に赴いて、呉のためのベンジどころを設立するなどした。しかし肝心の子がこの動きに乗ることを拒否したため、活動は頓挫している。 王朝明政権成立後の1941年5月に国民政府委員に任せられ、後には国民党中央監察委員なども務めた。王朝明政権崩壊後は来日して、日課新前に従事したとされ、アジア友の会顧問も務めた。1958年5月24日に、心筋梗塞のため国立東京第二病院にて死去。去年77。 ありがとうございます。